立ちはだかってんな、小麦が。元気そうで可愛い子じゃないですか。責任を持って預からせていただきますよ。頼むから学校でいたずらとかしないでくれよ。ただでさえうちは問題児がいるんだ。まさか。これ以上不祥事はごめんだからな。まあまあ、ミルフォッグ教頭先生。いきなりそれはないでしょう。大体この学校に問題児などいますか？いるでしょう、一匹。厄介なのが。校長先生もご存知の？教頭先生。うちの生徒をそんな風に言ってはいけませんよ。おはようございます、カモネギ先生。先生だったのか、カモネギ。なあ、先生。先生はどうしていつもネギを持ってるんだ？私がネギを持たなかったら、ただのカモになってしまうだろう。確かに。そもそもネギではなく、これは茎だが。そんなことよりさ、早く席に着いた着いた。生徒たちが登校してきたようですね。さあ、早速クラスの皆さんに紹介しましょう。皆さん、今日は新しく転校してきた。お友達を紹介したいと思います。あいつは？昨日の？おや、すでに知ってる子もいるようですね。新しいお友達の名前はライラ、どうもでーす。この花さんのところに引っ越してきました。皆さん仲良くしてくださいね。なんかもうでしょうねとしか言いようがないというか。すげえ強いタックルだったんだろうな今。あれ、ここは？ああ、気がついた。ここは保健室。君、気を失って倒れてたのよ。ピカチュウがぶつかってきたの覚えてる？でもよかった、なんともなくて。なお、私は多分ね。村のお医者さんなんだけど、保健の先生としてたまにここにも来ているの。よろしくね、よろしくお願いします。今、みんな授業中よ。具合が良くなったら、ライラも授業を受けてらっしゃい。なんか光ってるなぁと思ったら、皆復活玉とかあるんだね。というわけで、なかなか寝つけなかったゴローンさんはメリープを数えることにしました。メリープが1匹、メリープが2匹、メリープが3匹、メリープが4匹。がっつり寝てますね。起きたんだ、大丈夫？いきなりぶつかっちゃってごめんね。具合はもう良くなったのかい？よろしい、では席に着くように。ピカチュウの隣か。俺後ろの席が良かった。すげえ読むぞ。どこだっけ？こっからかな。メリープがない。それ続けるんですね。そして休み時間。昨日は本当にありがとう。ライラのおかげを本当助かった。ちょっと、ライラ一体どうしちゃったの？なんだかいきなり人気者になってるし。気に入らねえな。ねえ、ヤンチャム。いい考えがあるんだけど。なんだ、チョボマキ？
なんかやってきそうですね。そして授業もあり、放課後。一緒に帰ろう。昨日は広場を案内できなくてごめんね。途中でなんか邪魔が入っちゃってさ。なので今から案内しよっか。割ともう回った？そっか、残念。ああ、そうだ。それなら。あそこは？とっておきの場所があるの。とっておきの場所とは？最高に気持ちいいところなのよ。今から行ってみる？行ってみよう。これなんか不思議のダンジョン突入みたいな ないですよね。大丈夫だよね。なんとなくやるんじゃねえかと思ったけど、期待に応えてくれますね。何？これから行きたいところがあるんだけど。お前じゃない。ライラに用があるんだ。なんです？昨日は怖そうな森から見事帰ってきたが。ライラって昨日怖そうな森に行ってきたの？だからいちいち入ってくるなってば。とにかく、怖そうな森から帰ってきたぐらいで根性があるとか思うなよ。思うなよ。世の中にはもっと怖い場所があるんだぞ。あるんだぞ。怖い森とかですかね。そういえばこいつ、調査団オタクだったな。めんどくさい。まあいい。とにかく、そのダンジョンをクリアできれば、お前のことを認めてやるが。どうする？行ってみるか。行く行く。これがダンジョンですかね。ここは？モグリューの炭鉱？そうだ。モグリューたちが働いている炭鉱だ。そして不思議のダンジョンな炭鉱だ。ここに行くと道が途中で二つに分かれている。おお。右の穴は普通の炭鉱が続くが、左の穴は立ち入り禁止になってる。その左の立ち入り禁止の穴に行って赤い石を取ってこい。とりあえず左ね。ちなみに俺は速攻でクリアできたぜ。そっか。そりゃすごいね。まあな。それにあの奥には。ところで立ち入り禁止の奥ってどうなってるの？聞きたい？ああ、ダメ。やっぱり言わないで。こういうのはライラ、自らの目で確かめないとね。すごいね。もう、冒険心に溢れてるよね、なんていうか。これはチャンスだよ。俺たちピカチュウのことも鬱陶しいって思ってたじゃん。なるほど。そういうことか。わかった。じゃあ2匹で行ってこい。いいか、赤い石を取ってくるんだぞ。赤い石。とっておきの場所に行こうと思ったけど、とりあえず後回しだね。じゃあ行ってみようか。行ってみましょう。ドキドキ。お前たちどこに行くんだ？この中だよ。お前、村のわんぱく者だな。ここは炭鉱なんだからな。子供は入っちゃいけないんだからな。そっか、ごめん。じゃあ、ライラ、どっかで隙を見て入るとしようか。堂々と言いますね、この子は。それ、俺たちの前でバラしたら全然意味ないじゃん。大丈夫。モグリューたちには見つからないよう、うまくやるよ。だから通しなさいと。でも、行く準備がしたいなら、今すぐ出発じゃなくてもいいよ。あっちに行けば広場にも出られるから。道具とかを揃えたいなら広場に行こう。どうする？全然行こう。もう隙を見つけて行こう。これから炭鉱の中に入るんじゃ。
ああ、モグリたち見て、あそこに美味しそうなリンゴの木がいきなりニョキニョキっと。もしかして今の俺たちを騙そうとしたつもりなのかな、なのかな。多分食べ物で釣ろうとしてるんじゃ。子供が言ってることだけど一応確認ぐらいは。あ普通に通れましたね。まあいっか、まあいっか。さあ潜り炭鉱行きましょう。まあ、そこまで長くはないと思うんだけどね。あとですね、仲間の指示とかに関してなんですけど、多分ね、いろいろとできるよね。だけどね、デフォルトのまま行こうかなと思います。やっぱね、ハプニングもつきものの不思議のダンジョンなんで、それも一つの面白さと個人的には思ってるんで。ちょっとだけ強くなってるって感じかな。とりあえず床踏もっか。メラルバ出るんだね。呼ばない、どうぞ。まあ倒してからここは床を踏もう。あー、またメラルバだメラルバさんや。爆裂か、爆裂欲しいな。リンゴと変えとこう。倒します。じゃあそろそろ次行きますか。ナックラー、ナックラーは地面。まあ、混乱してるから攻め込んでいいはず。オッケー。じゃあ次行きますか。地下3階でーす。割とね、敵はね倒してきてると思う。8級にはしたいかな。今ちょっと飛び出しちゃったけど1個ぐらい上がんないかなって思いながらやってます。なるほど、ギアルも出るんだ。割とこの段階から豊富に出てきますね、敵ポケモンの種類が。やば、やばい、やばいかも、やばいかも。めっちゃお腹空いてる。とりあえずこのダンゴロさん倒したら、撃っちゃった間違えて撃っちゃったけど、リンゴ食べましょう。リンゴ食べて、これ拾って、階段あったけどな、ちょっと上見てからにしよう。オッケーオッケー。お、レベル8、ありがとうございます。
じゃあそろそろ次行きましょうか。地下4階。コドラかな？ココドラか。ココドラはどうしよっかな。これ火の粉で行こう。いいですね。よーし、レベル7ですね、ピカチュウ。新しいはさ、なんだろう、仲良くする。相手の攻撃を下げる。どうしようかな。割とね、なんか草結び覚えてるあたりすごいよね。いいよね。まあ、鳴き声の方がいいかなって思うんで、このままでいきますね。じゃあそろそろ階段行っちゃいましょうか。この子だけは倒しておこう。 OK、 行きまーす。あれ、もしかして部外者来ましたー。で、左だったよね。だいぶ奥まで来たね。なあ、ライラ、あそこ。これが噂の分かれ道ですね。道が2つに分かれてる。あっちの穴は何もないけど、こっちは通せんぼするように邪魔なものが置かれている。そういえばヤンジャムたちが言っていたよね。立ち入り禁止の穴に入って赤い石を取ってこいって。あそこがそうなのかもしれないね。行ってみよう。行ってみましょう。ちょっと待つんだからな。ここは子供の来るところじゃないんだからな。そんでお前たち見てると、こっちの穴に行きたそうにしてるけど、それはもう、とてもとても。ここは立ち入り禁止。絶対に入っちゃいけないんだからな。やっぱり立ち入り禁止なのね。ありがとう。ありがとう、ニコニコってしながら、てっきり行くのかなと。で、もしかして行くつもり？移動できるんですね。とりあえずさ、多分道具とかいろいろ預けられると思うんで、ちょっとね、溜まって使いそうにないもの？このあたりをね、ちょっと預けとこうかなと思います。まあ、多分結構拾うだろうからね、割と預けちゃっていいと思ってるんですよね。でお金も一応預けとこう。じゃあ行きますか。行きまーす。まさか。本当に行くのか？行きますよ。ダメ？だってお前村ではちょっと有名だからな。悪い意味で。お願い。絶対に迷惑がかかるようなことはしないよ。本当か？私の目を見て。わかんねえ。わかんねえ。じゃあ、オッケーってことね。極論すぎるんだけど。この子やばいな。普通に入れちゃったんだけど。おそらくちょっと、あとは難易度は高くなってるかなって思うんで、気をつけながら行きましょう。さあ、やけど状態だと少しずつダメージを受けてしまう。あ、ピカチュウの方か、やけど。こんな時だからこそね、レベルアップですよ。ありがとうございます。チーゴの実どうだっけな。預けちゃったような気がするな。一個持ってたっけ。預けちゃいましたね。これちょっと階段見つけたらすぐ行こうか、今回は。って思ったけど、チーゴの実を回収できそうですよ。じゃあ早速ね、使っちゃいましょう。
これで OK。 じゃあまあ探索しよっか。やけど治ったし。お、一発ですね。じゃあそろそろ行っちゃおうか。次行きます。6階、地下6階。どっから行こうかな。まあ、近づいちゃったから左上から行こうかって思ったけど、その前に床だけ踏んでこっちから見ていきましょう。じゃあそろそろ行っちゃいますか。次行きます。7階。よーし、ピカチュウもレベル8。ありがとうございます。よーし、レベル10になりましたね。よかったよかった、ありがとうございます。わあ、もういたいたまずいなー、あくびはまずいなー。ちょっと変わってもらって、でお眠の時間入って、で目を覚ましたら移動。これ行っちゃうか。そろそろ何かありますかね。あれ、ちょっと暗いところに来ちゃったけど。ぐるるるる、やだな。ライラ、お腹すいたの？ちゃんと食べてきたんだけどな今日。あれ、お腹が鳴った音にしてはちょっと違うような。その通り、これはお腹が鳴った音ではない。お腹の音がそのまま声にお腹の音っていう体で進んじゃってるけど、器用だね。お腹で喋れるんだ、俺すげえな、そんな能力が。俺のうなり声だ。あー、ガバイトさんですね。俺の名はガバイト、ここの主だ。貴様ら子供だな。しかし子供だろうが容赦はせん。俺の宝を盗みに来るものはな。じゃあ何しに来た？なんだっけ？そうだ、赤石。赤い石を取りに来たの？ねえ、ここら辺に赤石が転がってないかな？赤い石だと？まあ、そういう感じだろうなと思ったけど。大切な宝石だ。やっぱり盗みに来たんだな、貴様ら。違う。モグリーの皆さん。泥棒退治の約束頼ます。やっぱり争い事はちょっと、すいません。あら、戦わない系かな。とにかく今のままなんだったんでしょうね。俺の宝を盗むやつは許さん。相手が子供でもだ。ということはガバイトさんと1対2で戦うって感じか。この配置ね。